レース一着になりました群馬の小林選手です。一着おめでとうございます。ありがとうございます。今日は関東3社で前を同期の川井選手に任せる形になりましたけども、はい、作戦などはどういう風な形でしょうか。そうですね、やっぱどこもすごい強いラインだったんで、前からまず1社突っ張って藤井か犬伏が飛んでくるだろうっていうので、作戦通りの内容ではありました。実際作戦通りになって、まあ、3番手に入りましたけども、はい、あのあたり追走していてどう見えてましたか。そうですね、自分は余裕あったんで、あとは優也が詰めた勢いで行ってくれれば犬伏をブロックできるしと思ってたんですけど、やっぱりすごい足使ってたんできつそうだったですね。で、犬伏選手のまくりが来たところ、まあ、しっかりと切り替えましたけども、はい、あのあたりの判断というのはどうだったでしょうか。そうですね、迎え入れたかったんですけど、やっぱすごい足使ってる感じだったんで、ここで優也があんだけ頑張って全員で仕事とか誰も乗らないんじゃやっぱもったいないかなと思って、まあ、自分の判断で切り替えてしまいました。しっかりと日暮選手も追走してきて、はい、で最後は直線では犬伏選手を捉えましたけども、はい、ご自身の状態っていうのは、まあ、3走してみてですけどどうでしょうか。そうですね、やっぱ自力だとどうしてもなんか力入っちゃってる感じあったんで、万体でしっかり回す感じできたんで、それを明日に生かしたいなと思います。明日に向けては何か修正点などはありますでしょうか。まあ、やっぱまだバランス的には良くないんで、まあ、自転車とかいじったりしようかなって思います。で、この G3 での決勝が、まあ、砦のああはい、決勝以来で、まあ、ここ最近はまあ落車での怪我もあったと思いますけど、9歳の戦いにちょっと苦戦してたと思いますけども、はい、まあ、ちょっといいきっかけになりますかね、これは。そうですね、これをきっかけにまた元の状態に戻せればいいなって思います。わかりました。では、明日決勝に向けて意気込みを最後にお願いします。はい、決勝はしっかり自分の力を出して優勝を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。